ワラキア法規の指導者、トゥドール・ブラディミレスク・ワラキア法規とは1821年、オスマン帝国支配下のワラキア公国で発生した法規。ギリシャ独立戦争と同時に行われたが、ロシアの協力を得ることができず、オスマン帝国によって鎮圧された。ミハイユカン公、オスマン帝国がヨーロッパへ、勢力拡大に動き、コソボの戦いで、 バルカーニ諸公軍を撃破するとオスマン帝国のバルカン半島支配が決定的となった。そのため、ブルガリア、セルビアはオスマン帝国支配下となりギリシャ、ボスニア、アルバニアもその攻撃を受けた。その中、現在のルーマニア南部に位置するワラキアのミルチャ一世はオスマン帝国の総主権を受け入れざるを得ない状況に陥り、1411年以降、 オスマン帝国へ兆候を行い、その行為も、オスマン帝国の意志によって左右される事態に至った。一時期、ウラド三世の時代には遠征してきた、オスマン帝国スルタンメフメと二世を二度にわたって、撃退し、ミハイユー観光の時代には、オスマン帝国を撃退して、モルダビア、トランシルバニアを併合、ルーマニア統一に成功した。しかし、 ミハイユー観光が死去すると再びワラキアはオスマン帝国支配下となったがギリシャ、セルビア、ブルガリアと違い反独立状態で自治権は与えられた。当初、モルダビア、ワラキアはオスマン帝国へ行納することで自治権を認められていたが公爵の地位などをめぐって貴族らの間で争いが生じた。このため、 ボイエールらは自らを有利にするために、オスマン帝国の交換来賄賂を送るようになったが、これは、公爵の地位を、オスマン帝国が左右することにつながった。そしてオスマン帝国占領下で認められた、正教会を抑えていたためにその地位が向上していた、ギレシャ人らが、ワラキア、モルダビアへ移住し始めた。ワラキアの貴族、16世紀後半ロト戦争で、 オスマン帝国が勝利した1711年以降、ワラキア及びモルダビアの諸公の地位はオスマン帝国の監督家となり、その行為をオスマン帝国で特権を有していたギリシャ人であるファナリオティスが務めるようになった。この中にはイプシランディスケマブロコルダトスケといった後にギリシャ独立戦争で活躍する一族も着任した。 そしてこのオスマン帝国による統治は徐々に肥大化していた。オスマン帝国の維持のために効能など搾取され、果てには公やくらいでさえも競売される事態に至り、なおかつごく一部の行為を買うことのできるファナリオティスらに独占された。ワラキア、モルダビア両国は、軍隊が廃止されて儀礼など必要最小限にされ、外交権もオスマン帝国の管理下に置かれた。 そして作手は、ワラキアの人々の困窮と反感をもたらし、18世紀以降、農民らは土地から逃亡し、さらにヨーロッパがオスマン帝国に対して優位になると、オスマン帝国は国の維持のために作手を強化。これに、ワラキアの人々は抵抗を強めていった。オーストリア軍の捕虜となったニコラエ・マブロコルダトス、1716年、オーストリアとの間に、 オード戦争が発生して、オーストリア軍が優位にことを進めると、バラキアのボイエールたちは、オーストリア帝国領として、バラキア公国を自治国化させることを提言。バラキア公、ニコラエ・マブロコルダトスはこれを鎮圧するために命令を下したが、そのために、ルーマニア正教会大主教、アンティムイビレアヌラが殺害された。しかし結局、ボイエール側が勝利を収め、さらに、 オーストリア軍がワラキアへ進撃した。このため、1718年に結ばれたパッサロビッツ条約でオーストリアはセルビア、ワラキア公国の一部であるオルテニアなどを手に入れた。そして、オーストリアがオルテニアを支配している間、様々な改革が行われた。これは後に、ワラキアがオスマン帝国に返還された際に諸改革が行われることにつながるが、 オスマン帝国の意に反する改革は阻止された。1735年、ロシア、オーストリア対オスマン帝国の戦いが発生すると、ロシア軍は、モルダビアへの侵攻に成功したが、ワラキアを脱出しようとしたオーストリア軍は、進撃に失敗、オルテニアは放棄された。結局、1739年に結ばれた、ベオグラード条約で、オルテニアは、ワラキアへ、 再び併合された。またさらに、不登校を求め南下政策を採用していた、ロシアのエカチェリーナ2世は、オスマン帝国との戦いを続けていたが、ロト戦争で勝利したロシアは1774年に、結ばれたキュ畜海のあるじ条約で、国会北方を得た上で、オスマン帝国内のキリスト教虎を保護する権利も得た。そしてワラキア。 モルダビア両公国のボイエールらもこの条約締結の際に参加していたが彼らはロシア、プロイセン、オーストリアの保証の下でワラキア、モルダビアの自治国化を求めたロシア、オーストリアらがオスマン帝国より優位に立ったことはワラキア、モルダビアの人々らに解放の機運を与え両公国の人々はロシア、オーストリアなどの対オスマン帝国の戦いに 義勇軍として参加、ボイエールたちは、ウィーニア・サンクトペテルブルクへ、ワラキア、モルダビア両国の自治を認めるよう覚え書きを、送付して、オスマン帝国からの解放を表明した。ワラキア、1800年頃1774年以降、一時的な、平和を得たワラキア、モルダビア両国は一時的に停止されていた。ファナリオティス星が復活、アレクサンドル・イプシランティスが、 ワラキア港に就任すると様々な改革が行われた。しかしこの改革も困窮していたオスマン帝国政府が過大な要求を出したため崩壊、さらにロト戦争が勃発するとロシア軍、オーストリア軍がワラキア、モルダビアへ侵攻、両公国は主戦場となり荒廃した。ただしオーストリア軍はフランス革命の発生とオランダにおける反乱の発生のために 途中で手を引かざるを得なくなったため、ロシアとオスマン帝国の間で1792年、ヤシー条約が結ばれた。そしてバルカン半島において、ビザンツ帝国を復活させ、ギリシャ帝国を復興させるというエカチェリーナ2世の夢は、モルダビア、ワラキア両国を占領しながらも、イギリスとの利害関係が発生したことで諦めざるを得なかった。一方、 フランスで台頭したナポレオン・ボナパルトは、オーストリア軍を撃破、オーストリアの南東ヨーロッパ進出計画をも断念させた上で、ルーマニアへ興味を示した。そのため、ワラキア、モルダビア両国のボイエールたちはナポレオンへ覚書を送り、ワラキアへの自治制導入とファナリオティスによる行為独占を廃止することを求めた。ナポレオンは、オスマン帝国に圧力をかけて、ワラキア、 モルダビア両校を罷免させたが、これはあくまでも当時対立していたロシアを苦境に、陥れるための措置であり、ボイエールらの願いを叶えたわけではなかった。しかし、その一方で、ナポレオンが1807年にオペール大尉を派遣したことで、その影響を受けた。ところが、このオスマン帝国による領校の介入は、ロシアとの協定に違反したものであったため、ロシアは、 オスマン帝国へ、戦線布告、ロト戦争が勃発したが、オリシモナポレオンが、ティルジットの和訳をロシアと結んだために、オスマン帝国は単独で、ロシアと戦わなければならなかった。そして、両公国は1806年、ロシアによって占領されたが、オルテニアのパンドゥーリー兵はロシアに協力。ロシアは、オスマン帝国に勝利したが、この時の経験は、 後のワラキア放棄において役立つことになった。ロシア軍は、ワラキア、モルダビアにそのまま駐留したが、1812年、ナポレオンとの間に緊張が走ると5月28日、ブカレスト条約が結ばれて、ロシア軍は、ベッサラビアと、ロシアへ編入された地域まで撤退、両国は再び、ファナリオティスによって統治されることになった。しかし、 ファナリオティスたちもオスマン帝国への反発を徐々に明らかにしていった。しかし、このファナリオティスらによる統治は、バラキア、モルダビア両国にとって圧政の象徴でしかなかった。オスマン帝国はこの制度を利用して莫大な金額、膨大な物資を搾取した。日々の労働時間は増加する一方で、手工業も列強らが進出したことによって発展が。 阻害されていた。ワラキア、モルダビアで設立された工場のほとんどが短期間で倒産し、一部の工場だけが創業を続けている状況であった。こうして、ワラキア、モルダビア両公国が発展するには、オスマン帝国を排除する他ないという段階にまで至っていた。1804年以降、セルビアでは、オスマン帝国に対する反乱が頻発し、 1817年に自治を得るに至っていた。また、ギリシャ人らも独立運動を展開しており、1814年、ロシアのオデッサにおいてフィリキエテリアを結成して独立を目指していた。こうして、オスマン帝国によって占領されていたバルカン半島の諸民族らに独立の機運が高まりつつあった。1804年、 セルビアで、オスマン帝国に対する不満から反乱が発生した。後に、セルビア放棄と呼ばれるこの反乱はあくまでも、セルビアで暴政を振るったイエニチェリに対してであったが、徐々に民族的側面を帯び、セルビアの独立を目指すようになっていった。1804年に始まった第一次セルビア放棄は、失敗に終わったが、1815年に再び、 始まった第二次セルビア法規でセルビアは自治権の獲得に成功してセルビア公国が成立オスマン帝国下ではあるが指導者ミロシュ・オブレノビチを摂取君主とする自治国家となった。またギリシャ人らも独立運動を展開し始め1814年にはロシアのオデッサでフィリキエテリアが設立されアルバニア南部のアヤーン。 アリーパシャも不穏な動きを見せていた。ブカレスト、18世紀しかし、ルーマニアは、セルビア、ギリシャとは、状況が異なっていた。第一に、列強の影響を強く受けざるを得なかったこと、第二に、ルーマニア人社会が分裂していたことであった。第一点については、ルーマニアはロシアに、地理的に隣接しており、ロシア、オスマン帝国の間で戦争が始まると常に、 その被害を被ることになった。そして、ロシアが徐々に優勢になっていくと、両国はたびたび、ロシアに占領され、その影響を強く受けるようになっていった。第二位点については、両国は、オスマン帝国占領以降も、限定的自治権を持っていたことで、それまでのボイエール、僧侶らの勢力が保持されたことである。そのため、農民らは、 濃度と変わらない状況で集奪されていた。そして、ファーナリオティスらによる統治がそれを悪化させていた上で、さらに、ギリシャ人、ユダヤ人らが、商業活動を行ったことでさらに苦しめられていた。ルーマニアで、中間層を担うべき商人らは、ギリシャ人、ユダヤ人らに独占されていた。十九世紀に入って、ようやく、ルーマニア人らの中間層が形成されたが、 これもボイエールと農民層の間で有効な活動ができなかった。そのため、ルーマニア人らのナショナリズムはゆっくりとした歩調で育っていった。オーストリア占領下のトランシルバニアでは、ルーマニア人僧侶が活動を行い、両国に駐屯したロシア軍の影響で、フランス文化の影響を受けた。そして18世紀に入ると両国の権力者層を形成していた。 ギリシャ人らが西洋の啓蒙思想を導入したことはルーマニア人らの文化的啓蒙に役立ち、さらにルーマニア人らの民族意識も高めることになった。トゥドール・ブラディミレスク1806年に勃発したロト戦争はバラキア、モルダビア両国の地で展開されたが、これにはルーマニア人義勇兵らもロシア側で参加していた。この戦いは ロシアの勝利に終わったが、ブカレスト条約で、ベッサラビアがロシアに譲渡されるなど、ルーマニア義勇兵の奮闘も報われることはなかった。しかし、ルーマニアの人々はロシアがルーマニアを解放してくれるという期待を寄せ続けていた。そしてこの戦いには後に、ワラキア放棄の指導者となるトゥドール・ブラディミレスクも参加していた。ブラディミレスクは、もともと民兵であったが、 1806年のロト戦争に参加した際、第一次セルビア放棄の指導者であったカラジョルジェ、ペトロビッチの仲間であるセルビア人らと接触し、また、オーストリアに滞在した際には、後のギリシャ初代大統領となるイオアニス・カポディストリアスらとも親交を結んでいた。ブラディミレスクは、オーストリアに滞在した際、フィリキエテリアの活動を知った。そのため、 フィリキエテリアの指導者であるアレクサンドル・イプシランティスが、ブラディミレスクに接触、ブラディミレスクは、フィリキエテリアに協力することになった。そして、フィリキエテリアが放棄した際には、イプシランディスがモルダビアに侵入する間に当時、御用調達官であったブラディミレスクが、オルテニアで民兵を率いて放棄、ブカレストを占領して合流することになっていた。しかし、 ブラディミレスクの目的は、ルーマニア人の権利を拡大することにあり、ギリシャの独立を助けることではなかった。また、ギリシャ人であるルーマニアの支配層、ファナリオティスラの排除して、ルーマニア人によるルーマニア支配を要求することにあったため、フィリキエテリアの目的や手段とは大きく違いを見せていた。グリゴレギが、後に、 ワラキア公に着任する1821年1月15日、ワラキア公であったアレクサンドル・ス祖フが死去すると、ブラディミレスクは、オルテニアのパデッシュで放棄を開始、ワラキア公国の首都ブカレストは、ワラキアの貴族の中でも改革支持派による、統治委員会が掌握した。この改革支持派の中でも有力な貴族3名、グリゴレ・ブルンコ・ベアヌ、グリゴレ・ギカ、バルブ・バカレスクらは、 ブラディミレスクと名役を結んだ。そしてブラディミレスクはドナウ川流域へオスマン帝国軍を誘導、イプシランティスがペロポネソス半島へ迎えるよう打ち合わせた。1月19日夜、ブラディミレスクはオルテニアへ進撃。2月4日、ブラデーミレスクはオルテニアに到着するとティスマナ修道院で、 自らの味方となる貴族への支援とブラディミレスク軍の農民兵、農民らによる人民議会へ委ねることを趣旨としたパデシュ宣言を発表して各地に劇を飛ばした。その劇に応じて数千人の農民らがブラディミレスクの元へ集まり、ブラディミレスクは彼らから8000人の農民兵を編成した。これらの劇はトランシルバニアまで伝達され、 トランシルバニアの人々も、ブラディミレスクラの軍がやってきて、貴族を打ち倒してくれるという期待を与えた。その一方で、モルダビアではあまり動揺は広がらなかったが、モルダビア宮廷最小、ヤコバケリゾネルロースは、イプシランティス宛てに期待を込めた書簡を送った。しかし、農民らは、永年の恨みを晴らすかのように、貴族、総員の領地を襲い、略奪を行ったが、 ブラディミレスクはそれを原罰をもって取り締まった。しかし、時に、ブラディミレスクは、農民の代表として振るわなければならず、時に、地方の管理を解任したり、不当に徴収した税を取り戻したりしなければ、ならなかったため、多数の貴族がブラディミレスクの元から離れていった。さらにブラディミレスクは要塞化されていたティスマナ、ストレー派や、モトルの修道院を占領して、 食料を貯蔵、オスマン帝国の襲来に備えた上で商人を農業経営者に任命して、行政、軍事の権利を与えたが、貴族らがこれに圧力をかけたため、ブラディミレスクは彼らを罷免せざるを得なかった。アレクサンドロス・イプシランティスそしてこれに抗応した、アレクサンドロス・イプシランティス率いるフィリキエテリアも、放棄、3月6日に、ロシア国境を越えて、 モルダビアへ進撃した。これには、セルビア、ブルガリア、モンテネグロなどの義勇兵も加わった。そして、ヤッシーで兵力を5000人にまで増やした義勇軍は、ブカレストへ向けて進撃を開始した。ブラディミレスクは、この放棄が一部の不当な貴族らやファナリオティスたちへの、ものであると、ブカレストのロシア総領事やオーストリア、オスマン帝国朝帝施設らに対して表明し、 彼らを安堵させようとした。そして、ブカレストの統治委員会もブラディミレスク法規を支援しつつも、パデシュ宣言はオスマン帝国にできる限り秘密にしようとしており、さらにこの法規が小さいもので、ワラキア国内の軍事力で制圧できるレベルであるように賠償化した。そして統治委員会は、ブラディミレスクらに委員会に服従させるために部隊を派遣したが、 部隊の隊長であるアルバニア人がフィリキエテリアのメンバーであったため結局この部隊はブラディミレスクに合流したしかし3月16日にブラディミレスクがブカレスト近郊へ到着すると大部分の住民がブカレストから姿を消していたさらに悪いことにフィリキエテリア、ブラディミレクスらが支援を期待していたロシア皇帝 アレクサンドル一世がブラディミレスクらを批判、ブカレストのロシア総領事もロシア本国の命令で、ブカレストから退去していた。そのため、ブカレストの統治委員会も、成功の可能性がないと判断、トランシルバニアへ逃亡した。4月6日、ブカレスト守備隊司令官ビムバシャサバは、イプシランティスが到着する前にブラディミレスクの入場を、阻止しようとしたが、結局、 ブラディミレスクは、ブカレストへ、入場、残っていた住民らの熱烈な歓迎を受けた上で、ボレンティンバーレで、市民らに協力と団結を呼びかけた。しかし、ロシア皇帝が不同意を表明したことと、統治委員会の貴族らが逃亡したことは、ブラディミレスクに法的正当性がないことを意味していた。そのため、ブラディミレスクは貴族らと協議を行った上で国土を、 回復するために一時的に国を支配するという協定を結んで、自らの行動が正当であることを示したが、貴族らは、イプシランティスが到着するまで、日和り見的な態度を取ろうとしていた。ブカレストで戦う、義勇軍、1821年一方、イプシランティス率いる、義勇軍もワラキアモルダビア公国で圧政を敷いていたファナリオティスの出身であったことから、 バラキアの人々はフィリキエテリアへの協力に消極的であったがフィリキエテリアの義勇軍の中には現地で挑発を無理やり行ったため嫌悪や反発の対象と化していた4月18日イプシランディス率いる義勇軍がブカレストに到着した際ブラディミレスクらは入場することを拒否したそのため一週間後両者の間で会談が持たれブラディミレスクは ロシア軍が動かなかったこと、ワラキア、モルダビア両国の人々を、オスマン帝国の残忍な報復にさらしたことや、後軍中の略奪を激しく非難し、一方のイプシランディスは、過去に、ブラディミレスクが、フィリキエテリアに協力を申し出たことで応酬したため、会議は物別れに終わった。そして両軍が激突することを避けるために、ワラキアを二つの戦区に分けて、北方が、 イプシランティス、南方を、ブラディミレスクが担当することだけを決定し、ブラディミレスクは、コトロチェニに、司令部を置いた。そして、ブラディミレスクは、オスマン帝国の介入を避けるためにドナウ川流域の、パシャラと接触したが、ことごとく失敗に終わった。そして、両者にとって絶望的なことに、ロシア皇帝アレクサンドル一世がイプシランティスの、行動を非難して、 オスマン帝国軍が両公国に軍事介入することを認めた書簡が彼らのもとに届いたことであった。イプシランティスがブカレストから離脱するとブラディミレスクはブカレストを占領、ミハイボダ、ラドーボダ、メトロポリタンの各教会を占領、統治委員を逮捕して拘束、ブラディミレスクはワラキア全土を支配する立場となった。そのため彼はトゥードル港と呼ばれ、 税を軽くし、農民の保護を行ったため、民衆の支持は増大して、軍隊も強化された。しかしブラディミレスクはあくまでも自らが、統治者であることを宣言せずに、オスマン帝国との協調と、貴族、僧侶たちの協力を求めていた。そのため、ブラディミレスクは、ワラキア各地のパシャラと連絡を取って、 あくまでもファナリオティス聖への反対、オスマン帝国への忠誠と服従を誓うことを伝えたが、武器なくしては国は救えないとして抵抗の準備は怠らなかった。そのため大規模な徴兵を行い、兵衛としていたコトロチェニオ要塞化、兵の訓練を行った。そしてさらに兵力を増強するためにアルバニア洋兵部隊の指揮官サバを陣営に引き込もうとしたが、 サバは、オスマン帝国軍と盟約をすでに結んでいた。5月13日、オスマン帝国軍は3万の兵を、バラキア、モルダビアへ投入、フィリキエテリア軍とブラディミレスク軍は、これと交戦したが、オスマン帝国軍が5月27日に、ブカレストへの攻撃を行うとブラディミレスクは、ブカレストに戦火が及ぶことを恐れて、一早く撤退。 29日に、オスマン帝国がブカレストを占領した。しかし、この撤退は、ブラディミレスクが、オスマン帝国軍と協力して、フィリキエテリア軍を攻撃するという噂につながった。ルーマニア軍が撃破された、ティスマナ修道院このため、疑心暗鬼に陥ったイプシランディスは、ジョルシオ・オリムピオスの協力のもと、ブラディミレスクを逮捕。 ヒルゴビシュテにおいて、拷問にかけた上で裁判を開き、6月9日夜、密かに処刑して、彼の亡骸は井戸に投げ捨てられた。ブラディミレスクを失った、ルーマニアの放棄軍は、ティスマナ修道院で、オスマン帝国に撃破され、オスマン帝国軍が、バラキア、モルダビア両国に駐留することになった。一方、 ブラディミレスクを処刑したイプシランディスも6月19日、ドラガシャニの戦いで、オスマン帝国軍に撃破されて崩壊。イプシランディスは、オーストリアへ逃亡した。7月、マフムト率いる軍によって、彼らは相当され事実上崩壊。ワラキア、モルダビア両国は、オスマン帝国によって占領された。この放棄は結局は、失敗に終わったが、 ギリシャ独立戦争の講師として重要な役割を果たした。また、ワラキア、モルダビア両国におけるファナリオティスによる統治に対して大きな不満をルーマニアの人々が抱いていたことが表面化したことからオスマン帝国政府はファナリオティスによる統治を廃止。これ以降、両国の君主にはルーマニアの貴族らが着任するようになった。 そして、ルーマニアでは1848年に大規模な反乱を起こしたが、これは市民革命を目指したために、オスマン帝国とそれを援助したロシアによって、鎮圧された。しかし、ロシアがクリミア戦争で敗れたことで両公国は自治を認められ、1860年にルーマニア公国として統一、1866年に、 方ンツオレルンジグマリンゲン公の子であるハールが大公に即位することでルーマニアの独立が達成される。ありがとうございます。